支度は整ったか？ああ、十分だ。赤坂に乗り込むぞ。より、覚悟は良いな。覚悟？テイはすでに敵となった。道は分かたれたのだ。それを英月が満たされる前に帝成功を止める。それだけだ。そうか、なら良いのだ。これはまた、なんとも多くの霊地が掌握されたもの。見事だな、テイメ。真っ当なやり方ではないぞ。英月の魔力を用いているのだろう。このままでは。イオリ、すまないが神田に寄れないか。私の用意していたものが役立つかもしれない。神田か、分かった。あら、まだいたわね、宮本伊織。ドロテアか。共に行くか。いいえ、行かない。伝え忘れがあっただけよ。日本橋に私の部下を待機させている。本当は他の役目を考えていたんだけれど、あなたの手伝いに回してあげるわ。必要なら声をかけに行きなさい。日本橋だな。助かる。道すがら手を借りるとしよう。使える霊槍があるのではない？見ろ、より、はぐれのランサーとアーチャーの霊地だ。今はキャスターの支配下にあるか。魔力の供給を断たれておるようじゃ。厳しい状況であろう。こちらに霊地を取り返してやれる余裕があればいいがの。セイバー、行けるか？あ、スルッとクーの方だ。危険。ツバメ返し。負けはしません。水の神 2.1 流解くと味わえ。小説の策に乗るなら神田か。状況次第だが行ってみるか。感謝する、イオリ。これで伏せていた手が打てる。はっ！おお、霊脈を隠してあったか。見事な怨霊じゃ。気配もなかったわい。本拠での戦いに備えて神田につながる霊脈の一部を隠蔽しておいたのだ。私自身の戦いは終わってしまったが、あなた方の役には立つだろう。
大した隠し玉だ。オンに切る。赤坂への新たな道が開けたわけじゃな。やるものだ、由衣小説。我らが地、敵に狙われて、敵に奪われてしまったか。ふぅ、勝負はこれからじゃぞ、伊織。いつでも構わんぞ。さて、何とする。私も負けていられないな。何か仕掛けてきたぞ。お任せくださいまし。私の思い受け取ってくださいまし。うん、よろしく頼む。敵のまじないだ。気をつけろ。恨みはありませんが。では参る。気をつけよ、キャスターの魔力だ。何らかの魔術を仕掛けてくるぞ。なんだ、術を受けた感触だけはあったが、特に何も。遅れて聞いてくるのじゃろう。おそらくは何かを封ずる術だ。用心して進め。こっちは準備万全だぞ。ふふふ、力を貸してやろう。これは強力な仲間が増えたの。
恨みはありませんが。では殺すか。次ではないかな。日本橋にはドロテアの配下がいる。さて、ここで力を借りるか。先ほどお嬢様から使いが来た。手を貸せばいいんだな。ああ、頼む。敵は何も言わなくていい。俺は俺の役目を果たす。俺が働くのはお嬢様のためのみだ。それでいい。そう逆るな。楽しんでいけ。てか無茶をするぞ。我が八極に身の内いらず七孔を噴血まき死ねえ。悪くはなかったが、それまでよな。悪いな、どうにも力が出なくてよ。霊脈を掌握されちまってたってわけか。で、お前らは赤坂に行くんだろ。だったらこいつを持ってきな。ほうほう、これはイオリであれば役立てるであろう。キャスターってのはよく知らんが、あの酒好きの魔術師殿には恩がある。
だからそいつで一発張り倒して悪い夢から目覚まさせてやってほしいのさ。君の思いしかと受け取った。礼を言うぞランサー。何、礼を言うのはこっちだ。また何かあったら呼んでくれや。ん、出よったか。霊脈の流れにも気を配るのじゃ。ソナイオ、何か仕掛けてきたぞ。指示を頼むぜ。私も負けていられないな。澄み渡る天のごとく。どうした受けてみろ。遅いな。鋭き水の流れのごとく。二点の日、未だ半ば。恨みはありませんが。つまらんな。行くぞ。セット敵が霊脈に干渉しておる。何をされるかわからんが、悠長には構えておれんぞ。霊脈を断たれるような事態に陥れば赤坂にはたどり着けない。
ならば春巡のいとまはないな。テイの元へ参るまで。しません。クールの一流とくと味わえ。ツバメ返し。水の型でいく。澄み渡る天のごとく。味わうといい。押し切る。捕らえた。もらった。そう盛るな、楽しんでいけ。せるか。なかったが、それまでよな。おお、怪が消えた。いいぞ。
魔力が戻ったようです。あなた方には感謝しなければなりませんね。いや、いい。貴殿が無事で何よりだ。俺たちは先を急ぐ。赤坂に向かわねばならんからな。おっと、お待ちを。これはせめてもの恩返しです。貴殿、今のは。さあ行きなさい、宮本伊織。きっとこれが最後の戦いになるでしょう。感謝する、アーチャ。礼には及びませんとも。私の力が入りような時にはいつでもお呼びください。あとは赤坂の結界一つ、これを破り中へと入る。ああ、待っていろテイ。俺はここまでだ。あとはお前たちでやってくれ。俺には儀が終わった後でやらねばならんこともあるからな。助かった。だが皆まで言うな。手付けは受け取ったんだろう。私の仕事は終わりか？泥ではないな。汚れだ、これは。こんなものが永月に満ちていたのか。なんとまがまがしきことか。付近に人の気配はない。て、人払いの術を使ったのか。そのようだな。永月の器は向こうだ。急がなければ江戸が飲み込まれかねん。汚れに触れぬよう気をつけよ。触るぞ。ああ、小説、貴殿は後ろに下がっていろ。心配無用だ。足手まといにはならない。より、ユイは本気だ。傷つこうとも退くまい。今は義の終焉を見届けさせてやれ。そうだな、共に行こう、小説。悪くない心地だ。新たな力を得たか。ふむ、これだから。
決める。じゃあもうな時をかけてしまった。先を急ごう。さあ、ようやく追い詰めたぞ。何人にも栄月を渡すことはできない。その願い、今ここで砕く。これはまたいかにも冷酷非道の巫女らしい言葉じゃないか。過去もそして今もきっと未来においても砕いてきた願いの価値を返そうとさえしない。貴様のご託に耳は傾けぬ。何を言われようと私は私だ。最後に問う。キャスター、貴殿の願いは何だ。主の勝利を願うわけではないだろう。とてもそうは見えない。なるほど、僕の神明を探ろうという腹か。面白い。ならば答えよう。永遠に世界のすべてを記録し続ける。それ以外に僕が望むことはない。すべては僕が僕であるために。己の実在を、足跡を、
証明し続けるために。証明？英月が砕かれればそこで儀は終わる。僕の記憶も記録も何もかもが水泡に帰す。それはそれだけは認められない。日の本の暁を記憶し記録した始まりのレコーダーとして。始まりのレコーダー、日の本の暁。なるほど、日の本の神話の記述者か。セイバーについてを深く知っているわけだ。神明を日枝のあれと言ったところでわかるまい、無知なるもの。さて、我が新しき主よ、分かっているな？無論だ。すでに交わすべき言葉もなく、戦の場も整った。となればやることは一つだけだ。そうだろう、宮本伊織。毒と味わい、澄み渡る天のごとく。自然にあふるる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。確かに切ったはず。見切れまい。倒されている。あの動き、剣の出しの作業だ。あるいはそれに類するものとみた。私の策はある。信じてくれるならの話だ。信じると。力を貸してくれ小説。今だ。諦められるか。お前ら何を。水の壁。くそ、記録が見えた。アスター、覚悟。力を借りる。分かった、我らが刃突き立てる。受けてみろ。もうまた記録が乱れた。面倒くさい奴らだ、サーヴァントというのは。マスター、あるだけ魔力をこちらへ回せ。これ以上あがかれる前に型をつける。構わん、使えるものは使え。ただし敗北は許さんぞ。ふん、それ根源すでに懲りて気性未だ現れず、名もなく技もなし、誰かその形を知らん。神羅万象、我が老気の網の内と知れ。九月遊園。幽結界、己の心象風景を具現化せしめる魔術の秘王。イオリ、セイバー、警戒しろ。あやつが何を仕掛けてくるか。
エイレイ、ノーブルファンタズムたる宝具を有した人類史の力、すなわち英霊などというものは全て人々の幻想をまとうことで成立するのだから、そんなものは引き剥がしてやるまでだ。神も竜も魔も人の世にあるまじきもの、あまたの術さえ人の世にあるまじきもの。僕の知る限り神秘などこの世には存在しない。僕の知る限りお前はただの伝説だ。キャスター、今何を。とはいえだ、お前はおそらく僕の宝具とは相性が悪い。チェ、頑固者めが。宝具が効果を発揮しているうちに仕留め切るぞ、マスター。セイバー、大丈夫ないの。それにまるで力が入らない。水の草めよ、ここは俺がしのいでおく。澄み渡る天の味わい、鋭き水の流れのごとく。すんじゃない。決め手にかけるか。ひるむな、確かに聞いている、その証に。セイバー、敵の術を破ったか。この程度のまじない、どうということもなし。今こそ聞け、私はヤマトタケル、ヤマト最強の刃である。多くの王を、神を、魔を斬った。多くの命を奪い、多くの誉れを得ながら、多くの過ちを犯してきた。血が流れた、涙もあった、悔やんでも悔やみきれぬ道であった。だがそれでも私が歩んだ道だ。命を賭して我が妻が開いてくれた、ただ一つきりの我が道だ。その歩み、貴様ごときに消せはしない。
自己の最低限だと。バカな、そんなふざけた系統。やはり相性最悪だ、ヤマトタケル。お前は本物だ。お前という英雄は僕がどういようともこの世界に実在した。そうさ、現実の陰にいつも神秘はある。そんなことは知っている。ああ、九物幽縁の力ではかき消せぬか。僕の知る限りお前は凡人に過ぎない。頼む。僕の知る限りお前は記録にない。僕の知る限りお前は偽りの存在だ。無駄だ、しまいだ。私は私だ。私は今ここにあるがまま剣を振るうのみ。おのれ、はい、僕の記録を否定し続ける者たち、英雄ども、押し切る。相性が悪すぎる。マスター。ああ、必ず願いを叶えると誓ったのだから、俺は英傑を手に入れる。陛下の国を取り戻す。すべて持っていけ、キャスター。敵を排除しろ。了解。最悪の決心よ、退去の果てより来たれ。権限せよ。将来ヤソマガツヒ。ヤソマガツヒ、逆祭の神だ。あろうことか神器をまとっているな。滅ぼせ疑心よ。魔術の次は神霊を下ろすか。なんという、やることは同じだ。キャスターを切り、英傑の器を壊す。ああ、しろと言ったのはお前だ。我慢しろ。何しろ僕は霊覚を捧げている。不満か。いや、勝てるのならば構わない。
くれてやろう。うん。はっ。これこそが二の内いらず。はっ。せや。汚れより生まれし、やそまがつ火の神、その名を見たがわぬまがまがしさだ。火の方、観念する。見せてやれ。頼む。わかった。我らが刃突き立てる。チリウム決める。チリウム溶けるのよ。水の方で燃え盛る炎のごとく。死の方、そうだ。当たりはしない。水の方です。今のうちに傷を癒せ。死ぬぞ。この魔力の高まり、二人とも私のそばへ。防御の結界を張る。知恵の神、波の怪異とは格が違う。まったく、しぶといものだ。お前たちは、あれほどの怪物を前にして、まだ諦めてくれないとはな。諦めないとも。神なら、飽きるほどに切った私だぞ。いかなる敵が相手だろうと、決して膝を折るものか。他でもない、君ならば。諦めぬ者がいることをよく知るだろうに。それを言われると弱いな。そこで見ていろ、テイ。俺たちがあれを滅ぼす刹那を。行くぞセイバー。お前の剣、今こそ存分に震え。言われるまでもない。我が健康、その目に焼き付けよ。水の方で行こう。
また来るぞ。こちらに急げ。我が命に代えてもしのいでみせる。自然に溢れる力、ここに集いて刃となす。絶技発揮、怒涛。だから疑心が打ち砕かれるだと。刻んだ時点で僕の負けか。光。